最弱王決定戦第2回また来ましたか、最弱王。それは負けたままではいられない。でもこの間罰ゲームやってましたけど、結局全員罰ゲームになりましたからね。だって袴さん自分で食べたいって言ってたじゃん。だってもう食べたくないみたいな、もう食べる気ないぐらい無理無理無理うえーとか言うので。いや無理だったよ。いや無理でしたけど、だから嘘ついてないかなっていうのはやっぱ調べないといけなかったんですよ、うん、あの時は。今日のね、罰ゲームはね、うん、ペヤング焼きそば極激辛カレーです。泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や、辛みが苦手な方の飲食十分ご注意くださいって書いてある。またペヤングで行くんですか。あれは無理だけど、はい、これはいけるって、はい、ということでね、うん、今回の最弱王決定戦は、はい、初のゲームです。今回はですね、はい、なんと4人でマリオカートのグランプリシリーズで対決、はい、これで全確か4レースあるんですけども、はい、それの総合ポイントが一番低い人が罰ゲームです。うわー、できるかな。マリオカートなんか昔に1回やったことあるんですよね。いや俺もあのスーファミとかスーファミぐらいよ。スーファミマリオカートってそんなやっぱ前からあるんでしたっけ、うん、だから今回だから見てる人はね、そこ近道あるのにとか言うかもわかんないけど、はい、全く知らないです。サザさん練習してないですか。いや子供とやったけど、でも全然普通に負ける時ある。子供に負ける時あるってことは結構勝ってるんですか。結構って言っても最近やってないよ。勝った時に、うん、あの春休みの時にちょろっとやっただけで、はい、今はもう全くやってない。子供が学校始まってから。大丈夫かな私。だからね、その操作すらしたことないです。4人で、うん、チャレンジなんで、はい、それでは対決です。負けられない。さあということで、これ誰もが選ぶかポイントだね、はい、キャラクターじゃまず選んでいきましょう。俺はもうよくわかんないから、うん、俺はもうじゃあたぬきマリオで。マリオ、うん、悪い字っぽいな。悪い字でいきます。ぽいな。あ、先生っぽい。ぽいな。え、キング、じゃあやっぱ私可愛いので行こうかな。ベイビー猫ピーチとかもいいですね。あ、猫ピーチ、猫ピーチでいい。でもデイジー可愛くないですか。じゃあデイジーでいきます。じゃあデイジーって言うかな、うん、ダイ君を選べるんだ、うん、いや、よろしくお願いします。お願いします。ゼス、さあコース、本当に怖い。袴さんどこでもいいよ、選んでいいよ。どれがいいかな。ベビーパークチーズランド、これにしよう。それ、ね、お願いします。オッケー。さあレディゴー。もう俺は脱会するよ。じゃあ、まあ、楽しくね。そうですね。楽しく違うよ。楽しく。勝負だから。ちょっと待って。行きますよ。まずベビーパークから。スタートしました。いけ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 。うわ取れんかったアイテム。これただ一周するだけちゃう。これアイテム取れない。うわアイテム取れんかった。4位今、5位。うわ落ちてる。うわスピード。うわアイテム取られない。うわアイテム、あ取れた取れた。いや、バナナ置いたやつ。うわ、誰かに。うわ、後ろの方。うわ、もう。ヒノコ来た、ヒノコ。これ簡単すぎて、一回スピードした終わりやな。うわ、抜かれちゃう。うわ、誰だよ。あー、めっちゃ。うわ、なんでこれ。うわ、10位になっちゃった、10位になっちゃった。いいの来て、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 いいの来て。まったく。7周。すごい。おお。うわ誰だよ目の前のスポットの。いいの来てくれ、いいの来てくれ、いいの来てくれ。うわあ、なんかぶつけられた。最悪。うわあ、でも取れない。うわあ、でも取れない。いや。あーどうなのどうなの、あーどうなのどうなの。おい誰だ誰だ、ここに来て。いやーやめてー。いやー1位よっしゃー、よっしゃ1位。え、まさか何ですか。3位、11位。よっしゃ1位、優しい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 。もう11位全くできなかった。やった1位。最悪、
2ポイントしか入ってないよ。出だしいいよ。よかった。最後多分ギリ抜いたわ俺。ギリっすよね。あ、これ箱間さん弱気？負けちゃうけこれ。あれ運動神経いいんだからね。幻？あれで、ね、幻。ゲームやばい。ゲームちょっと本当にいつぶりって感じ。チーズランド？俺ポールポジション？ポールポジション？サブザキポールポジション？何それ何？初めて聞いた。え、こんな後ろからスタートするんですか？そうだ、あの全順位が。おいおい、一気にポールポジションから8位。おい、めっちゃ落ちてるよ。誰かに何かを狙われて。俺もアイテム全くない。何でアイテム？分かんない。まあ、いいか。あ、6位。あ、やばい。6位。あ、それは待ってこれ。おい、誰だ。なんか壊れたよ、なんか。あ、なんか食ってんのが前にいるよ。さあ、6位だよ、俺、6位。うわ、何だよ。なんか近道がありそうな気もする。おい、誰かがすごいの打ってきた。すごいの。うわ、どんどん当てられる。危ない。なんかブーメラン飛んできた。来い。ラスト一周。おい、先生いるよ、前いるよ。やっちゃうよ、前いるよ。おい、なんか来たぞ。誰といやいかん、見えんがい。誰やいかん、見えへんぞ、前が。全然見えんぞ、これ。近道あんの？でもどんどん下がっていっちゃう。うわー、誰だよ、こんちゃん。おい、誰だよ、1位だったのに俺。おい、なんか、おい、来た、先生来たぞ。悪い位置。あー、誰だった。おい、ボール前に行かれた。5位。8位。みんなのヒック。あぶねー。あー、何やって。あれ、悪い位置。あれ、デイジー7点。あれね、あれ、もう勝てる気がしない。ペヤングは好きだけど食べたくないよ。終わったね。寒さ見えてる。この人の余裕みたいな。
視野が広いですよね。上がってくるまで。本当にすごい出たんだ。おい、ダメー。そんなのちょいこけ当たらなくていいんだよ。何人に流されてるよ。だるい。あー、やばい。ロケット入ってたの早いですね。そう、早い。誰が死んだよ。最終。小さくなった。うん、1位取ったら15ポイントだから。そっか、高松さん30ポイントまでいけるから。食べたくないよ、今ダイエットしてるのに。明日からすれば太っちゃったのに。でも高松さんが選んだコースだからね。さあ、え、何使うんですか。カード、じゃあ、アクセル。え、どういった、違うの、分かんない。はい、はい、動物の森。早く7位と8位。はい、やー、
これ。うわちょっと、私これ初めてだったんで、もう一勝負しますね、もう一勝負。どういうこと？もう一勝負、これ練習練習、これ練習一番勝負でしょ、じゃあ5プラス4勝負、今の練習で一発勝負にしましょうか。え、一発勝負なじゃあもう一回4レースしようよ、じゃあえ、いいんですか。いいよ、じゃあやったじゃ あ、お願いして。かわいく、かわいくかわいくね、かわいく、うん、もう一回やらせてください。お願いします。無理やな無理やな、今のじゃどう、今のいけるの。ダメですね、うん、もう一回やらせてください。お願いします。無理やなこれが罰ゲームです、これが罰ゲームです。じゃあ行こうか、じゃ あ、じゃあ次負けたら本当にあれよ、ペアングよ、うん、今の練習ね、ドンキーコング危ないよ、気をつけてよ、危ないですね、うん、じゃあ次行こうよ、じゃあ